通してください。え、音聞こえてない？あ、マイク入ってない？ちょっと待ってね。あれ、私さっきパワーにしたけどな入ってます。あ、入りました。もう一回って言われた。もう一回、まあでもいつも通りだよ。いつもと同じことしか言ってない。あのYouTube は途中で切れちゃうから、ニコニコチャンネルから会員登録してねという話でございましたよ。はい、ということで、ゴールデンウィークもついに終わっちゃってね、なんか連休明けで忙しくて残業で見れないやなんて人も多いでしょうけども、見れてる人はありがとう。そして、アーカイブで見てる人はお疲れ様。はい、今日はですね、もう久しぶりのゲストさん、呼んでますので、とっとと開けてトークをしていきたいと思うんですけど、そうだ、1個だけ、今着ているこのね T シャツなんですけど、これこの間私が描いた、デザインした T シャツが、今受注受付中になっております。受注予約を受付中。デザインはですね、これが白とバニラと黒で、 76T シャツの方が、青で、サイズは両方とも MLXL、商品価格は3000円となっていますので、あ、予約してくれた人ありがとう。多分なんか運営コメントでもしかしたら URL が今出ているのかな、出ていないのかな、どうでしょうか。はい、よかったらぜひ夏バージョンのユニフォームもお手に取ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では、早速始めていきましょう。最後までお付き合いよろしくお願いします。今ちょっと喋ったよね。何だバニラ、バニラ、バニラ、あ、本日のゲストさんをご紹介しましょうもう喋ってますけど、久保ゆりかさんです。こんばんは、久保ゆりかです。かわいい、お願いします。よろしく。はい、なんとシカゴがね、青い方を着てくれてます。いや、マジでおしゃれモデルが来てくれてありがとう。お、嬉しい。いや、もう本当に可愛い。 M サイズだそうです。はい、これでこうやって見てくれたからねそうです、はい、シカゴが着ると割とジャストサイズぐらいで着れるのかな、うん、そうですね、162.8cm の私が着ると、はいはい、153の人が着ると、まあ、ちょっと大きいちょっと大きくなる。そんな変わんないけどね。そんな変わんないか、うん、はい、そうです。まあね、男女共通サイズなので、うん、まあ、袖もね、袖丈も結構あるので、二の腕が気になるような方もね、全然着れますので、よろしくお願いします。こんな坊主取ることあるどんな曲がり方でどんな袖の丈になるか知りたいかなと思ってたよでもさすがモデルと思ったけど、そんなポーズ取らないでしょ。取らないよ、クソダサいな、バンジーみたいなポーズ取らないでしょいや、見たことないもん、シカゴのポージングでね、そんなのはね。はい、はい、こんなおしゃれな感じになるので、はい、そのスウェットも可愛いんだよね。あ、もう買えないんですけど。あ、もう買えないんだ残念、すいません。鹿の子って書いて、めっちゃ可愛いんだよね。はい、なんかとコラボしたやつです。あ、そうなんだ。はい、今はね、こう76コラボみたいになってます、はい、そうな、勝手にコラボしちゃってすいませんおしゃれ、ありがとう。ありがとうございます。はい、まあ、そんな鹿子さんなんですけど、うん、前ね、イベントの方にはゲストで来てもらったことがあって、うん、そう、あれいつだったっけ。あれはね、もう死ぬほど前、有識者の人、何年前か教えてほしい。そうそうだよね、うん、なんかホールみたいなところで、うん、そう、座ってしたよね。座ってやった、座ってした。こたつがあったかも、たもなんかでも誰も覚えてない。でもこたつの机、うん、こたつ付けは必ず。あ、2019っぽい。え、あ、でも思ったより前じゃないじゃん。あれ、前かでも23年前まあまあまあ、4年はまあそんな前じゃないか、確かになんか4年を最近じゃんっていうのはババアだねまあまあまあ、そうだね、ババアかババアじゃないかで言ったらババアだね言うとんだよ、わざわざ言わなくていいからいいんだけどそうだよね、うん、あ、そう、プリティボックスっていう、あ、そうそうそう、ユニット名、そんな言ってたっけって、うん、めちゃかわのねクソダサのね、うん、あなたが言い出したクソダサい私が言い出したんだっけ。そうだよ、そうだっけ、嫌だって言ったわ、私そんなダサいの嫌だよ。リスナーが勝手に言ってきたやつだと思ってた。あ、違う、私あなたがあなたが確か勝手に。でもさ、プリティボックスってなんかセクシーゾーンの妹分感ない、うん、ない怒ってくるよ、セクシーゾーンが大体同じかと思ったけどな。そうですか、そうそう、まあ、妹分にしてはね、ちょっと組んだね、はい、覚えもないんですけれどもそんな組まおうよ組まされそうですよ。はい、まあ、そんなね、イベントに出てもらったりとか、うん、あとは現場で会ったりしていますかっていうのは、うん、現場で最後に会ったのは、うん、多分、うん、現場っていうかイベントだけど、うん、天心の向井さんの主催してる、うん、なんか笑い声だ、そうそうそう、うん、笑い声っていう朗読劇、うん、で
一緒だったね。そう、うん、芸人さん×声優みたいな、うん、そう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 、独自があって、そう、私その記憶もすっかり消えたから、だいぶ前にあった思い出になってたわそう、あれなんだっけな、うん、あの、うん、ショートアニメのね、そう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 、なんだっけな、なんちゃらトレイン、ちょっと違うかな、でも電車系のやつ、電車のやつ、うん、スミペも出てて、出てて、黒沢智代とかも出てて、でなんかさ、うん、未知の空間でやるイベントみたいな、うん、やってて、なんかアクリルのスタンド、うん、だね、もう聞こえなかったもんね、そうそうそう、何喋ってるか、そうレールロマネクソそれそれ、普通さ調べるよね、うん、出る前に二人とも適当なんで、そうそうそう、すいませんね、そうレールロマネスクだ、そう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 、で、うん、イベントでね、うん、なんか上映会かな、なんかそうだね、多分一話上映会みたいな感じだったかな、お金出してくれたらさ、うん、これなんか言い方が怖いんだけど、あれしょ、要はあれだよね、クラマークラマー、そうそうそうなんでお金出したらあれしてくれる、あれ怖っ伝ったじゃん、でも伝ったじゃんそうだね、そう、そうクラファンでしたのね、イベントみたいなんで、はい、確か、ね、やりましたね、た、私そこで終わってた記憶が、そっか、うん、そう、向井さんのやつあって、うん、一緒に朗読したね、やった、うん、し、でも私が四角校で一番覚え、うん、最近で一番覚えてるのは、うん、一緒にラムシャブ食べに行って、うん、で四角校に、うん、写真集をもらったんですよ、うんうん、で、うん、写真集のお返しに私がご馳走しようって意気込んで行ったのに、うん、四角校大人すぎてもう会計終わらしといてくれてて、うん、そんなんやってた、そうやってた、だから全然覚えてもらったのも私から、そう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 覚えてないわ本当に、うん、なんでそんなことしたんだろうねだから、うん、なんていい人なんだと思ってちょっといつか借りを返さねばって思ってました返してくれた、よかったよかった、ありがとうね、まあそれはまあ全然、そうそうそう、おいおい返してもらったんですけど、そう、すぐ写真集もらって書かないでなんかいろんなさ、女性声優さんさ、写真集さ、うん、くれるじゃん、うん、でさ、うん、なんかみんなやっぱ私のことをさ、オタク友達ぐらいしか思ってないからさ、うん、なんであやぺばっかりずるいみたいなテンションなんかリップでいいなみたいな、サインもらったってくれるいやでもね、約束ですよ、はい、そうなんです、はい、いっぱい持ってんだね、いっぱい持ってる、人写真、そうそう、だいたいみんなに須崎あやちゃんって書いてって言って書いてもらって、そうだね、そう確かに確かに、そうで、うちのお父さんが読みたがるから、だいたい私ひとしきり読んだ後、うん、お父さんに送ってあげてる、うん、すごいじゃん、でもくまなく、うん、でもさ、うん、みんなちょっと最近さ、うん、下着カットみたいのあるじゃん、絶対、だからさ、ね、お父さんどんな目で見てんだろうと思って水着とかね、めっちゃ恥ずかしい、でスミペの写真集も割とエッチなの、だから、うん、お父さんこれ見るのかと思って感想は聞きたいけどね、どう思った、聞けない聞けないだ激辛チャイナみたいなページあるの、スミペが激辛チャイナチャイナドレス着たから、うん、もう汗垂らしながら激辛を食べてるっていう、すごいマニアック、あ、ちょっと見たいかもそれ見たい、え、そのスミペ見たいね、そうそうそう、可愛かった、うん、そうなのよね、パパ確かにどんな気持ち、見るのかなってちょっと思ってます。そうだね、その感想だったら健全だから全然いいんだけど、いい、うん、はい、そんな感じかな、はい、あと私たちといえば、うん、まあアマンチュだ ね、 そうだね、だね、だからアマンチュのメンバーで飲みに行ったりとかはした、うんうんうん、2回ぐらいしたのかな、そう、ね、あれだよね、アマンチュのメンバー私以外全員大型っていう、あ、覚えてる、あった、そんな会話、珍しいよって思ったけど、 AB だっけ、A です。A だ。言われるけど、A だ。A なんですよ。え、カヤノンとかも O なんだっけ？全員 O。そんなイメージないね。そう、大西も O でしょ。O で、エリピョンも O。確か梅ちゃんも O だったよね。あ、そうだっけ？キッコさんも O だった確か。え、キッコさんも O なんだ、うん。なんか A っぽいよね。うん。わかる。O なんだ。そう。あと山本愛ちゃんとか。もう O だった。確か。O だった。だから私急に気まずくなってその話してから。え、そんなことあると思って確かにそう、なんかどの発言しても一人だけ違うこと言ってるんじゃないかなって、そんなことないよ、まあ、でもエビだと思ったけどそれもどうかと思うんですがそう、あとようこちゃん、伊藤ようこちゃんっていう、うんうんうん、キャラデザの方かな、はいはいはい、の女性もいらっしゃって、うん、まあ、本当超女子会っていう感じでね、うん、楽しかった、すごい陽キャな人が集う感じの、そうだね、確かに場所だったんですけど、なんか魚が泳いでるんですよ、壁を、壁をっていうか、壁がアクアリウムみたいになってて、すごいよね、おしゃれだったね、そう、そんなとこで飲むことないからドキドキしたの、あれ誰が選んだんだろう ね、 ね、今思うと入り口もさ、なんかよくわかんなくなってんだよね、謎だった、謎だった、壁だと思いきや、うん、すごい近くまで行くとウィンって開くので
でトイレ行くときもそこ通らなきゃいけないからもう分かんなく迷っちゃって出たら最後帰ってこれない帰ってこれない、うん、本当本当ウェイな感じのねとこで飲みました。懐かしい、懐かしい、それももう懐かしいね。うん、そうなんです。だからなんかそういうおしゃべりを普通にこうやってゆったりする時間自体はめっちゃ久しぶりだよね。だから、うん、そうかも、うん、でもなんかねシカコと喋ってると、うん、なんかめっちゃ元気になる。あ、ほんと、うん、嬉しいな、うん、なんかねなんかねワードのチョイスがなんかすごい変わってて、うん、なんだっけな、うん、これ言っていいのかな、うん、嫌だったらごめんね、いい言うね、あのいいよあの、まあ、シカコってほらめちゃくちゃスタイルいいじゃん、うん、で、うん、あの本当にもうスタイルいい、すごいみたいな話を現場で、うんうん、あのアマンチュの時かな、あの休憩時間してたの、隣にずっと座ってたから、うん、でめっちゃいいよねって言ってたら、うんうん、あのなんつうのかな、いやいや、あ、男の体におっぱいがついてるだけって言ってたそんな謙遜の仕方初めて聞いたと思って、なんか、ね、独特なのよでもあの一個も嫌味がなくて、うんうん、なんていい人なんだろうと思って覚えてないけどまあでも本当そうと思った、本当に面白くて、うん、自分で聞いて今本当私も大好きだったの、それでシカコのことがそう、ケツは少年だからなって書いてあった。いや本当に面白い、少年のケツなのよ。そう、男はもっと太いですって言われてる。いや知らない、もう発想そのメンズいるからね発想そのメンズだと思ってもらっていやそうだからなんか、ね、そうそう、おじさんじゃないからね、うん、そう少年だからそう、でも全部の言葉のチョイスが大体こんな感じなんで、普通に喋ってる感じ。そうそうそう、ちょっとね、たまにお気に入りになっちゃうことがございますけれども、本当に、ね、面白くて好きです。明るいと思います。はい、明るいです、うん、はい、じゃあちょっとメールもね、うん、紹介していきますか。はい、1つ目、はるきくんです、ありがとう、うん、あやちゃん、ゆりかちゃん、こんばんはこんばんは。ゆりかちゃんってあんまり言われない。いや珍しいよ、ね、恥ずかしいですありがとう、はい、久しぶりに生放送リアタイできて幸せです、うん、お二人とも 76T シャツお似合いです。お、リアルタイムでじゃ送ってくれたんだ、ありがとう。僕も早速 76T かっこブルーとホワイトバニラを1着ずつ予約しました。バニラって何この、ね、バニラって何なの、この色、この色、じゃなんかこれより、これが白なんだ、これ白、ホワイトだ。そうそうそう、で、あれがバニラ。えそれはちょっと詐欺だから見せた方がいいよ、絶対に見せた方がいい、詐欺すぎるから。これはバニラって言ってこれで出てきたら卵だってって思うと思う、これは詐欺絶対だね。いや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 、バニラって言わないで。違う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 、じゃあカタログにバニラって書いてあったんだって、これでも私も思ったよ、皆さんこれは、うん、私も黄色すぎんかと思ったけど、いやこれエッグカラーでしょ、エッグエッグだいぶ、まあでもあれかな、クリームパンのめっちゃ高級クリームパンの中みたいな。そうしょ、そうしょ、でもバニラもほら、あのアメリカ、アメリカのバニラのアイスとかこんな色してるじゃん。スーパーバニラカップかもなんかちょっとちょっとなんか安くなったの色かも。あのレディーボーデンのさ、うん、バニラこんな色じゃない、ほらなんでだよ、バニラだろうなこれはでも画面越しだとあんま分かんないけどね。そう、いや画面で見るよりも、うん、もっとちょっと売れなくなるからやめてよちょっとバニラ可愛いって思ってじゃあなんでさ、シカコが来たら可愛いよ、ほ ら, ほらめっちゃ似合う、めっちゃ似合う、イエベだからちょうど似合います。私イエベなんだ、超イエベ、私の超イエベだから、そ う, どうでしょうか。そうそう、ほら、うん、バニラも買ってねみんな、はい、ほらバニラこんな感じ、ほらいいよいいよ、はい、いいよこのままだとバニラだけ売れ残っちゃう。いやいや逆にバニラめっちゃ売れるかもしれない。めっちゃ売れる、うん、はい、これね、美味しそうな色なんで、バニラだと思わなきゃいいのよ。いやバニラだっつってんの卵だって、卵の黄身だと思ってたバニラです、黄身だってば黄身カラーです、よろしくお願いします。お願いします、可愛いですよ、うん、はい薄い色だと思っちゃうじゃん。そう、でもどれが一番着やすいかな、おしゃれ番長のシカコ的に、ちょもうこれもうバニラで決着ついてるからこれバニラだからシカコ的にはさ、カスタードじゃん、カスタードだった、バニラだってじゃんどれが一番着やすいですか、色味的にお宅におすすめするなら。まあどうしても白になっちゃうとは思うんですけれども、うん、はい、でもお宅くん白嫌いじゃない。え、そうなの、なんか汚れが目立つとかそういう理由で、みんなだって大体黒でしょ現場に来てる。あ、そうなんだ、うん、黒もあるから。黒着ない、あ、黒着ないしかもこうやって物とあんま着ない人だっけ。着る着る着るけど、うん、でも私この色普通にいいと思うけどな、うん、ほんと男女ともに青かわいい、うん、イエベでも着れるブルーとなっております。あ、よかった、めちゃくちゃいい、ありがとう。そうなんですよ、そういえばいいんだ、イエベでも着れるブルー、そうそう、ちょっと
とどうしてもね、うん、選んじゃうかなと思うと思うんですけど、確かに、うん、あ、色の名前それにすればよかった。イエベでも着れるブルー、ブルーいやいやメンズちょっとわかんないでしょ。ホワイトにバニラ、そうそう、うん、カスタード、カスタードバニラかっこカスタード、うん、確かに、うんうん、そうかも、ね、これでも下白でもいけるし、あ、そう、これグレーでしょ、うん、グレーでもいけて、かわいい、多分黒でもいいんじゃないかな。そうだね、だから、うん、でもなんかその、ね、グレーとか白が可愛い感じするね、うん、青にね。でも本当カスタードね、うん、あのかねねねねめっちゃ可愛いよ、聞き逃さないからバニラだから、うん、はい、色味的にはね、そうそうだね、うん、白パンも似合うし、それこそ黒地だから黒パンも似合うと思います、はい、うん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。いいはい、一旦ここまで、はい、はい、じゃあちょっと資格はあの無料パート終わっちゃうんで、はい、お知らせをね、違います、違います無料パートだけ出てもらっていいんですか、帰ないで、珍しいよね、久しぶりに会えたのに珍しくて、普通有料パートだよ、何のために呼んだと思ってんだおめえの客が欲しいからだよ、いらっしゃい、みんな来て、鹿の子の民ありがとうね、はい、お知らせなどありました、はい、5月24日にクブリカのフォースシングルが発売となります。可愛くて意地悪しちゃうというね楽曲となっておりまして、はい、テレビアニメ勇者が死んだのエンディングテーマにもなってますので、ぜひお聴きください、お願いします。いやー、次あれ発売日はいつなの。5月24、はい、皆さんぜひまだちょっと先ですが、はい、はい、ゲットしてください。私からのお知らせは、うん、今日情報解禁になったんですけど、うん、たまこ10周年記念サイトが立ち上がってて、うん、で、いつだっけ6月の4日に、うん、山崎たくみさんが MC で、うん、私とたまらあつしくんが登壇して、うん、トークショーがありますので、うん、よかったら新宿ピカデリー皆さんぜひお願いします、うん、はい、はい、という感じかな。あ、もう一回見せますか、うん、せっかくだから、はい、バニラね、そうそうそう、私が着ている T シャツ、ボイスガレッジオンラインショップで現在受注予約を受け付け中です、うん、私の書き起こしデザイン T シャツは、白、うん、バニラ、うん、黒76 T シャツは、うん、イエベでも着れるブルーそれは言い直してくれるな、はい、サイズは M、L、XL です。私たちが着てるのは M、うん、はい、商品価格は3000円過去税込みです、うん、安い、ね、うん、受注受付 URL は上のうんこめに表示されていますので、うん、ぜひご予約をお願いいたします。はい、うん、ということで、うん、以上かな。これ多分今パッても切り替わってるもん。あ、早い。そう、そうなんです。じゃあもう急にバーって砂嵐言ってるってこと？無料の人は YouTube で砂嵐見たことあるか切り替わってないだろガーッ砂嵐の話とか絶対若い子に通じないから、ちょっと今ないか、ないと思う。え、やだ、ないでしょ、もうないんかな、ピーみたいになるから深夜のね、赤黄色黒みたいな意味わかんない時間に起きた時に ね、うん、ね、見るやつ、ね、怖いよね、あれね、うん、あ、地上波デジタルになったからならないって、ないんだ、衝撃、あれで赤ちゃんが泣き止むとかってあったよね聞いたことない、知らないなんかあれ見てたら泣き止む子がいるらしいよ。本当にもうでもないんだ。ないです。でも YouTube 探したらあるかもね。その YouTube ちょっと砂嵐だけ上げてる、ね、どんな心持ちで見るの怖、はい、ざわざわします心が、はい、はい、じゃあ引き続きメールをね、紹介していきます。